アントマンワスプナノバトルはディズニーパークにあるシューティング型のアトラクションである。もともとは世界中のディズニーパークにあるバズライトイヤーのアストロブラスターだったが2016年11月香港ディズニーランドの拡張計画の一環としてリニューアル工事をしマーベルとウォルトディズニー・イマジニアリングが共同開発してマーベル映画 アントマンワスプをテーマとしたアトラクションに変更することを発表。2019年3月30日にオープンし、オープニングの式典にはアントマン役を演じたポール・ラッドらが駆けつけた。ディズニー・パークにおけるマーベルのアトラクションとしては、香港ディズニーランドのアイアンマニーエクスペリエンス、ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャーのガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・マイナス・ミッション、ブレイクアウト。 について、これが3番目である。舞台は、シールド科学技術パビリオン。ここは、トゥモローランドで開催中の香港スタークエキスポにて、新登場した施設である。シールドの最新の科学技術を展示する施設に、存在する重要データを狙うヒドラは、香港の街の中心地と、本施設を同時に、スームボットで襲撃するのであった。アイアンマンは、 香港の中心地を、アントマンワスプはこのパビリオンを守ることに。ただ、数千のボットを相手にすることはできないため、ゲストは協力して、EMP ブラスターを手に、D、アグルに乗り、ヒドラの魔の際と戦うことに、オーサー、アントマンワスプ、ナノバトル。香港ディズニーランドマーベル、アントマンワスプアトラクション。DTIMES.JP。 2019年4月29日閲覧。https://dpost.jp://2019//01/24/wp-46300/https:www.hongkondisneyland.com アトラクションズアントマンザワスプナノバトル。ありがとうございます。